い、どうもこんにちは、イワスタースティーブンです。またアマゾン来てるよ。そしてここにもアマゾンズドライバーまたあるんだけどね。ちなみに今回の動画は念のためネタバレ注意です。今テレビシリーズの方がどのくらい進んでるかわかんないですけど、もうネタバレをね極力避けたいっていう人はもう早いとこアマゾンプライムにね登録しちゃって、全話見てきてからもう一回この動画に戻ってきてください。はい、待ちます。見たね、見た、よし、オッケー。じゃあこっから進めますよ。コメント欄の方でいただいたんですけど、どうもね、もう多分嘘だと思うんですよ。3人目のね、ライダー、まあ本編では仮面ライダーっていう言葉は出てきてないんですけど、シグマの音声が出るとかいう情報が入ってきたんですよ。そんなわけないじゃないですか、もうね。じゃあ早速聞いてみましょう。アマゾン、噂は本当だったようですね。まあ、目もちゃんと紫色に光ってるしね、本当だったんですね。びっくりした。ちなみにもう一回やると、必殺技は、はい、バイオレントパニッシュ。1回目の必殺技はオメガと一緒の音ですね。でまあ種明かしなんですけど、これなんでシグマの音が鳴るかっていうと、ちょっとこれを外したところにね秘密があります。このアマゾンズドライバーのアルファとオメガどっちになったかっていうね、個別認識は見えるかな、ここの溝のところにあるんですよね。こことここ2箇所に。でこちらのバックルの方は裏を見ると片方だけに爪がついてるんですね。まあだからこっちオメガの向きでやれば、こっち右側のが反応してオメガの音声に、まあ逆もまたしかりというわけで。でまあでもこれ2つあるってことは、その2通りだけではなくて左右どっちかが認識されてるのと、あと両方の部分が押されてるっていうパターンの3つあるんですよね。まあなんで僕はね、今回鳴らすためにバックルの向き自体はアルファの状態にしておいて、で爪がついてない方には小よりみたいに丸めたティッシュをこうやってねスッと置いといて、で上からこうでかぶせれば、あら不思議、はい、シグマの音声が鳴るようになっちゃうってわけですね。まあ、ってことはもしかしたらそのうちシグマも認識してくれるタイプのバックルも出てくるのか、ただ単にファンサービスというかね、おまけ要素で粋な計らいで入れといてくれたのか、まあいずれにしてもシグマの音声がついてるっていうのは結構嬉しいことですよ。まあ前の動画結構ね急いでたんで紹介しきれてなかったんですけど、まだね音声があるんですよ。どうしたらオメガの時に限ってなのかな、説明書にはね、オメガの変身後にできるっていうね武器必殺遊びっていうのがあるらしいんですよ。これを完全に見逃してたね。まずは普通に、はい、アマゾン、変身できたと。その後でここですね、外せる方のこっちのグリップの部分を引っこ抜く、ほいでもってここでね武器パーツにガシャッと刺してね、で、アマゾンブレードの完成。ちなみにアマゾンズ本編でこの武器一切出たことない、ムチとか鎌っぽいのデッサイスみたいなのばっかだった。こんな剣使ったとこ見たことないぞ。はい、こうやって武器にできてこっちを回すと、はい、というわけでこのグリップを引っこ抜いた時にしか鳴らない音声が鳴るわけですね。しかもここがね7色に光るっていうんだからすごいですよね。はい、なんかね2回もアマゾンズの動画がね続いちゃいました。まあ、ちなみにアマゾンズのあのシグマの方は、あれなんか僕最初どっかで見たことあんなこいつのデザインって思ったら、主人公の水沢遥くん、彼がこのアマゾンズドライバーをつける以前になんかうっかり暴走し、ね、半ば暴走して変身しちゃった時のこっちの本家のアマゾンに似てる状態の野生味あふれた姿になっちゃったんですよね。なんかそれのリペイントらしいですね、どうやらシグマは。
まあ割といろんな人が知ってるであろう豆知識を披露したところで今回はここまでです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。あとそれとね、前回のアマゾンズドライバー開封動画において僕は卵を割るときにここで割ってましたが、正しくはこっちでした。誠に申し訳ございません。